様お世話になっております、りょうりょうでございます。今日朝の動画でね、石田純一さんの YouTube チャンネル、純チャンネルさんのことを、まあ、紹介させていただいたんですが、朝の時点で800名ちょっとの登録者さんが、さすがに芸能人ということもあって、もうすぐ1000人、966名まで先ほど増えておりましたが、すごいんですよ。バットボタンが。僕以上にバットボタンが多い方、ちょっと初めて見ました。今までね、石田純一さん4本しか動画とライブ配信のアーカイブがないんです。で、一番最初に上げているすべてお話ししますという動画が、視聴回数5万3000に対して、グッドが377、バッドが3662、2つ目に上げた、離婚の危機とか、コロナで VIP 待遇されたんじゃないかという動画が、視聴回数1万1000に対して、グッド122と、バッドが1428で、昨日のその会食の謝罪の動画が、こちらがそのままアーカイブに上がったものが、視聴回数2万4000のグッドが71、バッドが3489で、チャットも見れてちゃんと上がったやつが、視聴回数6882に対して、グッドが79の、バッドが774でございました。全部10倍超えでしょ、ほぼほぼ。すごいもんですね。いやー、謝罪動画なんて50倍ですよ。それとですね、去年2020年の YouTube の、人気ランキング、視聴回数のトップ10も発表されておりました。1位が純也さん、8億8810万回、純也さん1位ですね。この方は YouTube 始められてからまだ4ヶ月しか経っていないそうです。2位が東海オンエアさんの8億8249万回、3位フィッシャーズさん、6億9597万回、4位がヒカルさん、5億とびとび30万回、5位がザ・ファーストチークさんで、4億8662万回、6位がコタミのチャンネルさんで、4億7371万回、7位がヒカキンゲームズさん、4億5482万回の、8位がヒカキン TV の、4億4544万回。で、9位がマイゼンシスターズさん、3億9900飛び1万回の、10位にここにやっとはじめ社長が出てきて、3億9300万回だそうです。僕がよく見ているスーツくんとかパーカーさんとか、そこら辺の方はね、上がってきてませんでした。で、ちなみに私のですね、去年1年間、まあ、3月から始めてるんですが、トータルの視聴回数というのが、130万飛び2279回でございましたので、このランキングに入ってる方の足元にも及びませんでした。まあ、当然っちゃ当然なんですけどね。まあでも、1位から10位まで入っていらっしゃる方で、僕が存じ上げてるのはヒカキンさんだけなんですよね。7位のヒカキンゲームズさんはヒカキンさんがゲーム配信をしている動画です。で、8位はもちろんヒカキンさんですね。あ、はじめ社長も動画見たことあります。まあ、竹脇翔くんとかも入ってませんしね。まあ、そこが来年どうなるか。まさか私がそういうとこに入るとはね、夢にも思っておりませんが、まあ、石田純一さんのね、このバットボタンの多さというのが、ちょっと僕もね、ここまでにはなってないので、
ちょっとホッとしましたということで、もう入院は明日1日で、明後日ね、明後日退院なんで、皆さんにまた退院したら、まあ夜早めの時間に、ライブ配信をして、また皆様と、お話いろいろできればいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それまでにはね、ちょっとゆっくりにします。あとこれはね、動画を加工して、ちょっと出しますんで、またその編集具合というか、そういったものもね、ぜひちょっと見てもらって、こうした方がいいんじゃないかとか、そういうご意見があれば、ちょっといただいてね、本当に編集ちゃんとやろうかと思っております。あとね、テロップに色をつける方法とかがまだよく分かってないんで、そのテロップのところに、そういった色をつける方法とか、あとはそのまだよく写真でアイコラってあるじゃないですか。このハワイの背景に自分をこうポンとかを載せるみたいな、ああいう合成の仕方がね、いまいち分かっていないんですよね。それとまあこれもまあ一応予定なんですけど、なんせね、退院する時の荷物がまたあるから、まあ、片手で荷物じゃねえや、カメラ回せるかどうかがわかんないんですけど、まあ、病院から家まで帰る途中、また西武に乗るんでね、以前も洗面展望の動画を出しましたけど、そういうのも含めてアフレコでこうやってみたりだとか、あとはその駅から出発乗車シーン、まあ差し支えなければこう電車の中の紹介、それから降りたところというような、この普段だったら 3,4 本動画出すのを一つにまとめて編集して、まあ、そこでちょっとね、皆様に、まあ、それこそ他の鉄道系の YouTuber の動画みたいにですね、そういったものもご提供できたらなと思っておりますので、まあ今日もね、睡眠薬やら麻酔も冷めちゃったんで、まあ、ぐっすり寝ちゃったからそんなに夜寝られないと思うんですが、まあ明日も一日ゆっくりまだ時間がありますので、今日と明日でその動画編集と写真の合成の仕方、そこら辺をしっかりとこうポイントを押さえてやっていこうかなと思っております。これね、動画を編集するとね、だいたい10秒から15秒ぐらい途中でまあ、カットシーンというかカットするんで、今8分15分なんですけど、ここら辺で終わらせていただきます。ということで、お付き合いいただきありがとうございました。あ、これも動画の編集のテストでちょっとやるんですけど、あれですね、2本の動画を1本にくっつける動画を編集できるかどうかっていうことなんですよね、要は。で、なんかね、時事ネタとか、まあ、ニュース的な動画というのは編集すぐにそのまま出そうと思いますが、まあ、別に急ぎがないような、内容については、まあ、編集してあげるようにする方向で考えておりますので、そこだけ皆様にお伝えしたく、ちょっと短くこう前の動画とつなげますけど、それだけ付け加えて、撮りました。ではご視聴いただきありがとうございました。